起きて、陽介くん。ねえ、起きてったら。なんだよ、母さん。はーい、お母さんですよ。あれ、ここは…寝ぼけちゃって、かわいい。コウキのおばさん、どうして？あ、しー、コウキが起きちゃうでしょ。あ、そうだ、俺コウキの家に泊まりに来てて。それで、どうしたんですか？実は今日、夫が出張で、家にいないの。あ、そうなんですね。でも、それが何か…寝室で、一人で寂しくって。だから、陽介くんに、添い寝してもらいたいな。え、添い寝ですか？お願い、見返りに。陽介くんがしたいこと、何でもしていいから。したいこと、何でも。あ、それとも、陽介くんがしてほしいこと、何でもしてあげた方がいい？それはその、一体何を？だから、何でもだって。陽介くんのしたいことも、してほしいことも、全部。いや、そんなこと言っても、添い寝中にできることなんて限られてるし。何ですか？陽介くんが知らないだけで、添い寝中にできることって、いっぱいあるんだよ。そうなの？何ができるか、知りたくない？知りたい、超知りたい。じゃあ、私の寝室に行こう。はい。いや、ダメです。コウキに申し訳ない。友達を裏切ることなんて。大丈夫よ、こんなことで裏切ったことにはならないから。いや、どう考えてもなるでしょ。ただ添い寝するだけなのに。絶対にそれだけじゃ済まないでしょ。ダメ。そんなに可愛く頼んでもダメなものはダメです。あ、そっか。じゃあ仕方ないわね。無理やりするのは好きじゃないし。いや、まあ俺は無理やりされるの嫌いじゃないですけどね。え？じゃあ、ダメです。コウキに顔向けできない友達として。そっか、じゃあやっぱりやめとく。いや、それはそのあれだけど、別になんというかその。じゃあ、無理やり私の寝室に連れ込んじゃうかな。だから、ダメですって。やめてください。抵抗しないの、ほらほら。ツンツンしないでください。あー、もう理性じゃ抵抗できない。ほらほら、早く。嫌なのに、本当は嫌なのに。助けてくれ、コウキ。本当に嫌なら、大きな声出せばいいじゃない。やめてくれ。もう可愛いんだから。それじゃあ、私の寝室行こうか。はい。この二人一体な、何やってんの。